はい、それではあと残すはラスボス戦なんですが、その前にクロフト邸をやろうかなと思いまして、はい、クロフト邸でリワード集めですねをやっていきます。あ、ゼップがいる。お、会話できるんだね。お、なんだ、なんかおっしゃったぞ。いきなりリワード発見か。あ、違うか、これグラップルか。ゲット、グラップルゲット、ゲットしていくんだね、自分で。なるほど。あ、リワード発見、ブロンズリワードか。クロフト邸の C のマーク、ここ行けるのかな。あ、行けるね。行ってみよう。ちょっと、はい、ちょっと着替えたいね。なんかクロフト邸で着替えることができるってなんか書いてあったんですけど、ゲームの説明で。どうやって着替える、どうやって着替えるんだろうね。まあ、いっか、とりあえずね、またとりあえずって言っちゃったけど、まあ、今日は1回目、今回は1回目ですけど、はい。あー、銃がない、ピストルがないぞ、二丁拳銃。あれ、スイッチ押すんでしょ。あ、リワード、ブロンズリワードゲット。よし、ゲット、 OK。 これスイッチ押してみよう。あそこが開くのかな。と、リワードっぽいのがあるか。あ、でももう一方からも開けないとダメなんだね、あれ。ブロンズリワードはあそこに隠れてる。ちょっと待って、あれ何、あ、これ引くだけね、普通に。はいはいはい、 OK。 ブロンズリワードは簡単だね、今のところは。あれはなんだ、今の引くやつは。まだ行けないけどね、あっちに。とりあえず行っちゃった、とりあえずって。またまあね、あれを引いといて、どっかから登っていくんでしょうね、上の方にね。あ、これ動かせるぞ、動かしとこうか。はい、これも動かせるからね。はい、あ、こっから行けるんじゃないか。なるほど、いけるね、こっから。で、あそこにシルバーリワード、左側にシルバーリワードが今あったぞ。おっと、危ない。あと、ここ、グラップルで引けるのか、グラップルで上に行けるのかわかんないですけど、なんかマークが光ってますね。マークというか。おっと、びっくりしたぞ。あ、あれ、引くんだな、あの槍も。あ、違うか。なんでもないっす。行ったことない方向へ行ってみましょうか。まだ行ってない方向へね。これは関係ないか。あ、これ動かせる。ここにあるのかな、リワードが。でも銃がないから破壊できない。これ、あ、これなんか槍の向き変えるのかな。まあ、こうじゃない、こんな感じじゃないですか。違うの。ああ、なるほど、こうか。よし、リワードじゃなかった、なんかスイッチみたいな。てか、リワードあったし、今真後ろにあったし、開いた、水門が開いたぞ、もう一方の水門が。リワードゲット、ブロンズリワード。多分上にグラップルでやる場所があるから、うん、オッケーオッケー。あ、下にあるな、リワード。これ動かせないか。お、なんかゲット。なんだ今何。あ、これ双眼鏡か。なるほど、よしよし。これはスイッチか。あれが降りてくる。
お、シルバーリワードゲット、よし、あれで押したままにするんだな、あれで重りにしてこの弾でね、はい、 OK、 あ、押しちゃった、あ、ここにもあったからもらっとこう、はいはい、では戻ってきたので、こっからあそこにジャンプしてみたいと思います。どうなるのか、届かない、届かないよ、届かなかった、え、あー、これ揺らせるんだね、揺らして何の意味があるのか、これは、あああそこの下にシルバーリワードがあるのはちょっとほっといて、こっちから、あ、こっち登って、そう、揺らすんだね。揺らして、あそこに飛び乗ると。オッケーオッケー。で、オッケー。いけた。シルバーリワードゲット。まあ、ここの部屋は終わったかもしれない。終わったと思う、多分。だから、こっち行こう。シルバーリワードゲット。で、ここにはないよね。はい、ないね。はい、先に行きましょう。ちょっと。今のところ順調ですね。まあ、え、閉まってる。開いた開いた。よかった、開いた。死ぬかと思った。溺れちゃうかと思ったよ。お、シルバーかな、これ。シルバーだね。あー、登れない。こっからじゃ。え、え、嘘。登ってないのに。登ってないのにボタン押したら取れちゃったよ。よかった、ラッキーだね。あ、こっからジャンプしていくのかな。はい、OK。最初は、じゃあ、あの、ブロンズリワードを取りに行きましょうか。Yes。いけないね。ってことは、こっちから普通にジャンプしていくの、かなぁ。あ、違うか。で、ここで降りてすぐにジャンプね。よっしゃい、OK。ブロンズリワードだけどね、なんかよっしゃって感じ。じゃあねー、今度こっちのアスレチック行ってみようか。で、そこにジャンプして、今度こっちだよね。はい、簡単だね、これは。で、右にジャンプすればいけると。はい、ゲット、戻って、今度左にジャンプして見ようか。はい。もう一個上行って、もう一個上行けないね。行けないね。ちょっと、ロッククライミングみたいのがあったぞ、今。で、これで上にジャンプか。それで、ロッククライミングの場所で。で、これ左しか行く場所ないよね。左にジャンプして、で、こっちかな。はいはい、ジャンプして。はい、あっちの方にジャンプしてって、届かないな、こっからじゃ、おそらく。なので、壁の方にまずジャンプします。そしてこっちに行って、ここに行って、まあ降りるしかないよね、これは。降りる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 、オッケーオッケーオッケー。ブロンズリワードゲット。動かすのかな、もう一回動かしたらダメか、これ。あ、大丈夫だ。なるほど、それでいけってことね。はいはい、わかりました。で、これで、はい、ちょっと一応判定が厳しいからね、ここのステージ。ちょっとどうしようかな、右行こうかな、右、いや、右行こう、右。はい、この部屋に何個あるかなと思ったんですけど、ちょっとよく分からなかったです。上の方にあるってことは分かりました。
ちに行けばブロンズリワードがあるみたい。よし、行けるか。ブロンズリワードゲット。よし、ゲット。よし、オッケー。こっちにジャンプして、こっちかな。で、右に行ってはしごの方に行けそう。はしごに行ってからの、はい、これで左だ。よし、ブロンズリワードゲット。これいけるんじゃね。いけた。あれ、勝手に動いてるぞこれ。お、シルバーリワードゲット。よし、順調順調。はい、またやってきました。これもうサスケでしょ。サスケ、サスケですよこれ。で、ここそのままジャンプして大丈夫かな。ちょっともうちょっと右の方行っとこうか、左の方行っとこうか。はい、じゃあジャンプして、危ない危ない、ゴンドラの上に来て、で引き寄せて、で、まあ、ここまでしか行けないんですよっていう感じで、どんどん下がっちゃうから、下がる前に OK、 シルバーリワードゲット。 OK、 ないかな。あとないよね。いや、見当たらないですけど、どこにも。ゴンドラ全部登ったし、ないな、もうここの部屋は。ちょっとじゃあ次の場所行ってみよう。これ絶対引っ張れるでしょう。お、ドアが開いた。ゴールドリワードじゃないや、ブロンズリワード。ただのブロンズリワードでした。残念じゃないけど、まあ12個、あと4個で揃うブロンズリワードは。ここも絶対怪しいぞ。絶対これ怪しいぞ、開くでしょうみたいな。部屋行ってみようか、次の部屋に。お、なんだこれ、スイッチじゃないか。おー、開いた開いた。お、二丁拳銃ゲット。よっしゃー、これで壊せるじゃん、いろいろ。ここは入れないの？入れないんだ、ここ。なんか壊すってことだよね、じゃあ。二丁拳銃手に入れたってことは。ここ気になるな、ちょっと。フクロウだ、フクロウ。イルミナティの象徴じゃないですか。フリーメイソンとかイルミナティの象徴じゃないですか、フクロウ。やばいね。で、裏に、ベッドの裏にあったよ。はい。ブロンズかな、多分。フクロウいっぱいいるよ、これ。やばいよ、これ。やばいよ、やばいよ。イルミナティやばいよ。イルミナティじゃないですか、ラクロフトさん。お父さんかな、これは。ララクロフトの。ブロンズリワードゲットして、ここの扉開かないんだよね、ここも。ブロンズリワードあと3個。